どうもこんにちは。こんにちは。先日はどうもありがとうございます。はい、予防万博。予防万博。ねえ、堀さんがいいことやってる予防万博。ありがとうございます。お呼びいただきまして連日。いやでもよかったですよ、予防万博。ねえ、あのすごいね、そうそうたるメンバーが集まって、うん、結構ね3連休なのにたくさん人も集まって、もうちょっと集客したかったですけどね。あ、でもあれのあのタイトルのね、すごく真面目なやっぱり性感染症予防とかの話題で、うん、あれだけ人が集まるっていうのはやっぱそれは堀江さんのモチベーション。逆にね。そう、逆にね、だって普通めちゃくちゃアカデミックで、うん、3連休の貴重な一日をそんなアカデミックな講演を聞きに行くかって言ったらいかない中でまああれだけね、やっぱりちゃんと前の方は人集まってて、休憩時間みんなね、うん、ダンスを踊ってエンタメも楽しんで素晴らしいイベントだなと私は思いました。確かにあれまたやりたいんで、今ちょっと地方でもやろうか。ああ、いいじゃないですか。東京以外でも、はい、大阪とかでもいいですし、この間来てくれてた、はい、まあ、北九州でラジオ局、まあ、福岡県でやってるんですけど、そこの関連で結構意欲ある人たちが多くて、あのもうちょっと小規模かもしれないですけど、やろうかな。いいですね、福岡とかね、はい、大都市圏はやっぱり性感染症の課題は、まあ、東京同様あると思いますので、それ辺では、はいはいはい、ということで維新の会、はい、大丈夫ですか。はい、日本維新の音北と申します。皆さんよろしくお願いします。まあ、なかなかちゃんと律儀にね、はい、今日も万博のこの間白だったんで、今日は脈々を着て、本の脈々を着てまいりました。それ着てる人なかなかいないですよね。まあまあ身内以外見たことないですねいやこれから盛り上がってきますから、だいぶ来ましたよ。でも盛り上がりはどうなんすか、なんか逆風が吹いてるなんて話も聞きます、ね。はい、まあやっぱり我々維新の会は、うん、中国のねちょっと離党者が出たりとか、あれ大丈夫なんですか。まあそれは党にとっては大きなダメージ。めっちゃ当たって切り崩されてるんじゃないですか。そうなんですよね、やっぱこうもう生き馬の目を抜く世界なので。すごいっすよね、すごい。まああの人すごいよね。まあこの補欠選挙この間終わったばっかりなんですよ。でこの間ねそれで維新から出て、で維新の風が吹いてる時に維新から出て、自民党の逆風が収まりそうだと思いきや、自民党に行くらしいっていう噂を聞いたんですけど、はい、まあ、らしいと。すごくないですか。まあそれはすごいし、それは義理か不義理かで言えば不義理とは思うんですけども、うん、ただまあちょっと年々彼女を擁護するわけでもないんですけども、うん、まあ、彼女結構僕付き合い長くて、大学生の時に僕に OB 訪問しに来たっていう子なんですよね、うん。でまあ、29の時にまあ会社辞めるって決断をして飛び込んできて、もう5年間浪人してるんですよね。あ、5年間浪人してずっと維新だの。そう、ずっと維新で、うん、1回総選挙出て落ちて、でこれは補欠選挙出て落ちて、うん、どこ出てたんですか。まあ、ずっと東京15区で。あ、同じとこで15区でずっとやってんだあの人。そうなんですよ。でやっぱりでも今33でもうすぐ34と、うんうんうん、やっぱりこう一番ね、あの、まあ、人間にとって、女性というか人間にとって一番いい時期を、うん、やっぱずっと浪人してて、まあ、やっぱもうこれ以上落選を重ねられないと、6年、うん、7年は難しいって思った時に、うん、まあ、受かる可能性がうん、少しでも上がる方にって思ってしまうのは、ああ、まあ、そうか。だって補欠選挙で任期がもうほとんどなさそうだ、で解散総選挙、ね、自民党の新総裁決まったら解散総選挙、打って出る説が濃厚ですよね、そうですね。でもね、まあ、だからちょっとそれはもう我々がつなぎ止められなかった維新の、まあ、統制がねこうなってしまったっていう点では、私たちも大きな責任があるんだな。それでもさ、どうよ、なんかもっとガツンと言った方がいいんじゃないですか。でもちろん党内では除名しろとか、うん、もうそんなのも徹底的に対抗を立ててね、うん、不義理だっていうべきだっていう声もありますけどね。ただまあちょっとやっぱきついかい。やっぱりまあそこはね、我々も謙虚にというか、やっぱり5年間頑張ってくれてね、そこをバッチつけさせてあげられなかった、うん。まあ、本当にね、この間選挙出たばっかりでポッと補選出て、うん、3ヶ月後に離党して本選は自民からって言ったら僕らも怒りますけども、うん、まあ、その前からやっぱりもう4年以上、ほぼ5年、まあ、維新でやってきてくれた人なので、うん、まあ、そこはその間にバッチつけさせてあげられなかったっていうのはちょっと申し訳ない。まあだけどそんなこと言ってらんないんじゃないですか。それは言ってらんないですけど、去るものをね、もう引き戻すことはできないですから。いや、まあそれはそうだけど、うん、でもさ、はい、でもさ、でもね、でもさ、うん、どうよ。もう対抗馬立てて戦いますか。いや、それは多分無理だと思いますけど。無理だと思いますけど。
それはまあきついよね、維新さんもうそんな体力ないでしょうなんて言われてますけども、どうするんですか総選挙。まあでも最後まで選挙って本当何があるか分かんないんですよ。あ、まあ確かにね、それはね、うん、俺はこれは負け惜しみとかで言ってるわけじゃなくて、総裁選だって最初はもう小泉さんで決まりだってもう、みんな思ってたし、永田町の関係者もみんな思ってたし、でももう序盤で今分かんなくなってきてるわけですよね。まさかこんなに小泉さんが序盤で失速するなんてことは誰も想像してなかったし、これは総選挙になっても誰が総裁でもやっぱ同じ展開はありえると思うんですよね、それは。で論戦やって、まあ、あのちゃんと向こうがあまり良くない、出来が良くなくて、維新がいい政策を言ったらちょっと維新かなみたいな風が起こる可能性あるので、それも、まあ、魔法の杖はないですけども地道に頑張っていくしかないなって思いますけどね。なるほど。へー、コバホーク来ますか。コバホークね、ちょっとね党員票が伸びてないので、でも討論会見るとコバホークさん抜群に優秀ですね、彼もね。ああ、まあそれはね、そうなんですけどね、ただまあちょっと花とかね、あの目立ち高いんだとやっぱ小泉さんとか、あと高市さんとかやっぱ目立ってます ね、 やっぱね。あ、そうなんだ。花がやっぱありますね。でも誰に乗っかるかって難しいよね、自民党員も。そうですね。で本題に行きましょうって言われてる、はいはい、で兵庫県知事の問題でもちょっと落ち着いてきましたか。いやー、まあまだ今週不信任案が出るので、はい、まあ、今週がもう、でも出してんじゃないの。まだ出してなくて19日かな、木曜日かなんかで提出、どういう対応するんですか、維新としては。僕らはですね、まあ、当初はちゃんと調査結果を待ってね、はい、客観的なデータとか根拠に基づいて、収支進退決められるべきだということで、まあ、百条委員会とかもまあ望んできたんですけども、ただあの9月の上旬10日ぐらい前ですかね、やっぱもうすぐ議会が始まっちゃうので、はい、県議会始まると。いつから始まるんですか。9月の下旬から始まると思いますね、まあ、10月に入るかわかんないです。そうするともうあの補正予算とか人事案とか副知事も辞めてますんでね、条例案とかいろいろ出てきて、もう何も今のじゃ通らないんですよね。あ、今の議会がね、議会がもうしがみついたとしても知事が辞めない、任期来年までだからやるって言っても、もうこの状態で議案は一つも通らないので、はい、そういう状況だと、もうそれは県政を止めてはいけないという政治的責任、道義的責任があるわけだから、ここは悪くないというなら一旦出直し選挙をやって、で出直し選挙でやって受かってきたら文句なくそれ議会だって議案通さざれないですから、からちょっと一回そのまだ結論はね、第三委員会とか百条委員会終わってないですけども、出直されたらいかがですかということを我々は申し上げていると。ああ、そういうことね、はい。で知事はどう思ってるの。知事はあの、まあ、石井さんの考えは分かったけども、私はあの悪くないからやめませんというか、まだ県政を前に進めていくみたいな。維新の所属ではあるの。いや、所属はないんですよ。あ、所属ではないの。応援、無所属なんだけど、推薦はしてるみたいな。そうですね、自民党と維新が推薦したんです。はい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 、はい、でそれで、まあ、我々も推薦したので何も責任がないというつもりは全くないんですけども、まあ、今回自民は結構早々にというか、もう辞める、まあ、もう辞任制とお前らはっていうので、まあ、牛はちょっとある意味かばうわけじゃないけども、ちょっとまだ分からないところあるじゃないですかと、ちょっと調査結果とか待った方がいいんじゃないですかっていうポジションをしたということで、まあ、維新がかばってるとか維新の党員だからだって言われたんですが、どうなん、なんか、よく公安利権がどうのこうのとかって言われてるじゃないですか、はいはい、一部あるんだと思うんですけどね、公安利権はちょっと僕もエビデンスはないですけども、ただ天下り規制とか、ちょっと今まで兵庫県政って前の知事がもう5期やってたんで、もう5期20年やってたんですよね、だからちょっとそれ弛緩したところはあったと思うし、そこにやっぱ新しい知事が来て、やっぱ最初って当然張り切るし改革だって来たわけだから、まあ、天下り規制とか外郭団体を減らすとかやったんで、やっぱそれ職員さん方には反感を買ったというのはそれはあるんだと思います。まあ、それはそうなりますよね、なので彼が、まあ、あの結果、百条委員会とかちょこちょ見てて、まあ、付箋投げたりとか、机バーンと叩いたのは良くないと思いますし、それは、まあ、付箋を投げたの。そう、付箋を投げたんですよね。あの、まあ、あの付箋ですね、こういうね、あのペタッとちっちゃいやつだと思うんですけども、はい、それをまあ怒ってこう投げて投げた、でアクリル板が当時はあったらしくて、そこにこうパーンって貼り付いたみたいなことはまああったということは本人も認めていて、でおそらくですけど、まあでもさ、別にさ、それ自体はさ、よくはないけどさ、辞任しなきゃいけないほどのことじゃないんじゃない。そこが難しいんですよね。 でも当初はそれがパソコン投げたとか、なんかすごいことでルフされてたわけですよ、でも百条委員会やってみたら、よくないけど付箋一部だったとかということが出てきてるから、どうなんだろうなっていう思いは我々もあります、そこは。いや僕ね、結構そのよく、その知事が辞めるとか、総理が辞めるとかいう時に、まあ、大体こうやって叩かれて辞めるわけだけど、その、まあ、東京の話で言ったらさ、舛添知事とか辞めたじゃない。辞めました。
で、あれなんかあれでしょ、温泉に公用車で行ってたとかそういう話だったでしょ。確か政治資金で漫画を買ったとか。あの時さ、あなた都議会、私都議会です、急先鋒でした、急先鋒でございました。どうよ。いやーねー、でも今思えばですよ、あの自民党の裏金問題とかに比べたら、うん、まあ、松井さんご自身で言ってますけども、うん、全然違法でもないし、うん、まあ、こういう使い方はあんまり良くなかったかもしれないけども、うん、一応自宅がというか別荘があったわけだから、うん、そこに帰るっていう自由も選択肢もあるし、うん、クレヨンしんちゃんの漫画買ったとか、うん、でも別に隠したわけじゃなくて政治資金で計上したからバレたわけであって、うん、裏金作ったわけでもないので、うん、ただそこはやっぱりもう感情というか、やっぱりそんなんでいいのかみたいな。だって、そのさ、クレヨンしんちゃんを買ったとかって、たらさ、NHK 党の立花さんなんかキャバクラ行ってるからね。はい、そうですね。まあ、あれは疑惑的にもう完全に確信犯で確信してやってますからね、あれはね。煽ることを夜の街を視察に行ってますみたいな。はい、政治資金に定義はないので、何を使っても基本的には法律上はいいんですよね。ただ世論が許さなかったっていう当時の状況。まあ、これやっぱ似て、おっしゃると似ていて、そのパワハラかどうかは認定はまだされてないし、うん、よくないけどそれやめるほどのことかねみたいなことの小さな積み重ねというか、まあ、小さかどうかちょっと人次第ですけども、うん、ただ今、まあ、世論としてはやっぱりもう彼は斎藤知事はもうダメだという人になっていて、議会も動かなくなってしまっているという事実は、ね、ねえ、だからクレヨンしんちゃんとか、はい、その別荘にたく、ね、公用車で行きましたぐらいな感じで辞めた知事もいるわけで、だからああいう前例ができるからこれ良くないんじゃないかなと思うんですよ ね、 そうですね。これ難しいところで、僕らもすごい党内でも議論があって、うん、いつまでじゃあその調査結果を待てるのかみたいな、うん、でさっき言ったようにもう議会が迫っていて、調査結果ってどれぐらいかかるんですか。第三者機関の調査結果はどうも年明けとかになるみたいなんですね、うん、まあ、パワハラ認定とかってやっぱ結構民間でも時間かかるじゃないですか、やっぱりエビデンス制作とか。まあどこまでパワハラってっていうかも ね、 ね、まあ、その第三者の、ね、弁護士の方とかも結構ちゃんとやるでしょうし、うん、であと、まあ、そのちょっとまあうちもあの市長の横山とかうちのメンバー申し上げましたけども、ちょっと僕らが一番その斎藤知事に期待したけどちょっと残念だったところは、自分の言葉でもっと こういう話をしなきゃダメで、うん、いやなぜ付箋投げたのかとか、うん、こういうのをもっと例えばこう言って、ね、チャンネルにも来てね、はい、YouTube も自分でインスタライブやる、はいはいはい、YouTube ライブやるとか、はいはい、今日百条委員会でいろいろ聞かれたけど、うん、印象操作ですよとか、僕はこういう思いで、うん、ちょっと確かにヒートアップをしたけども、うん、でも職員がサボタージュをしてね、うん、おかけた時に全然改革をやらなかったんだと、うん、だから叱咤激励をしていて、ちょっとその付箋投げたりとあったかもしれないけども、その思いは分かってほしいとか、ちょっとその程度だったら選挙で信を問えばいいぐらいの話だよね、今すぐやめなきゃどうかっていうと、うーんっていう、うん、でそのなんかその自殺者が出てる問題ってのよく分かんないんですけど、はい、ちょっと教えてもらいたいんですけど、どうなんですか、まあ、このそういった知事がパワハラしてるとか、うん、おねだりして贈答品をたくさんもらって自分で持って帰ってるみたいな、この内部告発文書みたいなのを書いた職員さんがいたんですね、うん、まあ、いわゆる、まあ、知事は怪文書って言ってましたけども、うん、それはまあ町内とかマスコミとかにばらまいたと、うん、でそれを作った人が、まあ、どっかの局長クラスの方だったんですけども、うん、まあ、それは彼が書いたということがバレて、うん、でもありえないということで徹底調査をしろということで、うん、まあ、副知事をこう送って聞き取りとかをし、かなり詰めた聞き取りをして、はい、もう処分だと用途して、まあ、詰めていったところ、まあ、彼は最後は自殺しちゃって、うん、自ら命を絶たれてしまったわけですね、うん、まあ、そこでやっぱりこうそこまで追い詰めたのかと、うん、いうことで、まあ、かなり厳しい世論の風が吹いたということですね。あ、何かを告発したんですね。そうですね、告発をして、で今問題になっているのはそれは公益通報だったんじゃないかっていうんです、うん、で告発がね、告発がね、うん、で知事に対するものだから公益通報だったら公益保護をしなきゃいけないので、うん、ちゃんとこの叱るべき機関にこうやって第三者がちゃんと調査をして、うん、その告発内容が正しいかどうかをやらなきゃいけないのに、知事はもうこれは公益通報ではないと、怪文書だと自分で判断をされて即座にこう自分で調査をして、うん、自分で処分をしたと、うん、これが果たして正しかったのかどうかっていうのも、うん、それは何、正しい情報だったんですか。いや、怪文書のその怪文書と言われるものの中身は不正確なものが相当あったというふうに思いますね、うん、ああなるほどね、うん、それは客観的に第三者が見ても不正確なものは結構あったと、あったと思うし、やっぱりこの百条委員会とか、まあ、まだ第三者の結論出てないですけども、うん、今議論見てても明確に否定されたものっていうのはもう中にあるはあると思いますね。なるほどね、うん、だからまだちょっとわからないんだね、まあ、だから最後の最後はやっぱりまだわからないっていうのは正直なステータスだとは思いますね、うん、ただその、まあ、先ほど言っても、まあ、付箋投げたとか机をバーンって叩いたことがあるとかはご自身も認めてるので、うん、そういうことあったんだろうと、まあ、机番ぐらい叩くけどね俺も。まあ堀江さんの世代とか僕の世代はまだ残ってる、40代とか50代ぐらいは。でも今本当ホワイトですからね、10代20代とかは。
机机叩いてあります。そう、ハンサーカンス大変だな。そうですよ、もう昔はケツ蹴り上げたりとかねしてた世代でしょうけど。いやいや、ケツは蹴り上げてないですよ。はい、机版ぐらいです。机版ぐらいですか。はい、机版ぐらい。そう、付箋投げつけるぐらい。付箋投げつけるぐらい、痛くないものをね。ええ、その直接人には投げつけない。まあその辺にこうやって、その辺にね、うん、その点はやりますけどね。なるほどね、なるほどな、確かにな。で難しい。だからもう本人が発信して、でもこれからも不審には出ることは確定してるんですよ。これはもう、まあ、維新が出そうが賛成しようが出そうが出す前かというか、うん、不審議案が出るとどうなるんですか。それと議会を解散するか、うん、自分が失職するかの2つしかないですね、うん、議会解散するとどうなるんですか。で県議会選挙行われて、うん、でバーッと選挙やるじゃないですか。戻ってきたメンバーが、うん、もう1回不信任出して、うん、それが過半数で可決されると、うん、もうあとは失職するしかないと。これは1回は私は正しいんだと、議会が悪いって言って解散させて、うん、その戻ってきた議会がいやいややっぱお前悪いよねって言われたら、うん、もう一発アウトなんですね。はははははで今もう全会派全県議会議員が不信任賛成するって言ってるので、うん、要はどんな結果になろうとも過半数は絶対反知事派が戻ってくるわけなんで。なるほど。でも新党を立ち上げて、うん、知事新党で過半数取るしか彼は生き残る道はないんですよ。あ、じゃあきついじゃん。きついと思います。でその努力をされてるのかなというと、ちょっとそういうの自分で発信したりとか、僕は悪くないから徹底的にやると、で候補者も全部擁立するっていう構えを見せるなら、うん、まあ一つの筋だと思うんですけども、そういうご努力はされてないので、それだったら本当にいやもう結果分かってて解散させちゃって戻ってきた人が同じ会派構成が戻ってくるんだから、そう終わりだから、そうですよね、意味がないんじゃないのって私は。今のとこ積んでますよね。今のとこ積んでは自分がどうですか、立候補し直すしかない。それもありますね。まあ議会解散じゃなくてやめて、でも私は間違ってないと思うから、うん、一旦は出直すけども私が立候補しますっていうのはそれはもうありだと思います。で僕らはそれを一番あの逆に言うとそれしかないんじゃないですか。思いますけどね。前回はなんで勝ったんですか、この選挙。前回 はあ、まあ、5期20年やった、まあ、方が引退ということで、うん、はい、まあ、後継指名をして去ろうとしたんですけども、はい、うん、やっぱその長期政権の停滞とか、うん、後継指名するってこと自体、まあ、ちょっと古い政治観があるじゃないですか。そういうのね、まあまあ、いわゆる自民党内でも改革派みたいな人たちがいて、うん、もうちょっとその20年の県政そのまま敷いちゃダメだと、新しい人外から持ってくる。なるほど、なるほど。で自民党も割れたんですよね、うん、で自民党が割れて、うん、でその割れた自民党と維新が新しい支持を誕生させようということでやって、うん、まあ、自民党は分裂選挙になったっていうのもあって、あの斉藤さんが勝利したと。斉藤さんはもともと何の人だったんですか。総務省の官僚さんです。あ、そうなんですね、はい。で大阪でもお仕事してて、大阪府に出向してて、はあはあはあ、財務課長とかやっていたっていうのもあって、うん、まあ、維新とのつながりがそこでもあって、あの吉村さんとも仕事してたという。なるほど、なるほど。それがまた維新の人なんですかって言われる要因でもあるんですけども、党員じゃないんですが、確かに維新府政の下で財政課長をやって、で総務省戻ってまた選挙。まあでもそれは結構きついんじゃないかな。まあどういうその状況であったにせよ、ねえ、こっからちょっと逆転するのはもう選挙で信任を得るしかないので、うん、このままだらだら百条委員会続けたりとか、うん、あるいは県議会解散だって言って記者会見毎週しても、うん、やっぱりそれで県民の支持が取り戻ったりとか、うん、県議会が過半数が自分に賛同してくれることは私はないと思いますので、うん、やっぱり出直し選挙、本当に正しいと思うのは出直し選挙だし、まあ、身を引くなら身を引くということになるのかな。そのなんかそのこれで井戸県政に逆戻りですなっていう話があったんです、その井戸さんというのが前の5期20年やった人たちに、まだなんかそっちの力が盛り返してくるんじゃないですか。そうですね。だから、ね、今回の件もやっぱり斉藤さんがどこまでって分かんないですけども、やっぱりこの昔、うん、要は井戸県政でメインになってた公務員の方々っていうのはもうすごく不満が溜まっていて、もう斉藤が来てからもう全てうまくいかなくなったと、うんうんうん、斉藤をなんとか引きずり下ろせみたいな方々がいたっていう話も側聞しますんで、やっぱそういう力関係で、その怪文書巻いたりとか、まあ、今回県民アンケートとか、あの県民じゃ県庁でアンケートを取って、まあ、斉藤さん評価ってかなりボロクソではあったんですけども、かなり批判が多くて、やっぱそれは井戸さんの時代でも5期20年そこでもやってきた人たちが、やっぱもう斉藤さんが嫌でしょうがなかったというところで、まあそういう動きをしているっていうのはそれは事実一定程度あるんだろうなというのはあるも思いますけどね。なるほどね。それはじゃあ結局百条委員会は何も出てこなかったんですか。まあいくつかその知事が自分で認めたことっていうのは出てきた、うん、まあその不戦とかね、まあなぜ車止めを突破して向こうに行こうとしたのかとか、そういう理由は、まあ、どうでもいい、ね、それはどうでもいいですね。
であと公益通報に当たるんじゃないかみたいな話は、まあ、呼んだ専門家百条委員会に呼んだ専門家はいや公益通報に当たるんじゃないかって証言したりとかいやいや当たらないんじゃないかって意見も出たりとか、まあ、そこはでも本当最後にあの公益通報って消費者庁が管轄してるんですけども、はい、まあ、僕も当然消費者庁に問い合わせするんですけども、はい、ただ何かって個別案件は分からんと最後は司法が決めて裁判することだから、うん、それは分かりませんってことなんで百条委員会で決着が強くつくようなものじゃないのでちょっとそこはもうまだ分からないってことですよね。なるほどね。まあじゃあどうなるかというと新しい知事がまた知事選があると、それはまあほぼ、まあ、時期が結局解散県議やったら11月は12月ですし、うん、もう知事がここで今週不審に出たときに、うん、もうちょっと年貢の納め時だと、まあ、自分が引くというになれば、うん、まあ、今月中にはもう県知事選挙が始まる、まあ、ちょっとずらしてギリギリまで副知事が代行して解散総選挙のもしかしたら一緒になるかもしれない。維新はどうするんですか。僕は個人の意見と、まあ、最後は兵庫県の維新が地元が主導で決めることですけども、うん、やっぱり独自候補を私は出すべきだと思いますね。じゃあ石丸さんでいきましょう。それ絶対今日なんかどっか出てくると思ったんだよな。石丸さん待望論いっぱいありますね。石丸さんワンチャンあるよね、まあ、首長志向ですからね。ねえ、ちょっと兵庫にゆかりがなさすぎるのでどういうシナリオでいくかですよね。だけどさ、ゆかりとかみんな言うけどさ、あんま関係なくない。でもどうなんでしょう。なんか僕は、まあ、僕東京でまあ福岡で、うん、都市部はまあ、うん、そうですよ、流入も多いし、うん、兵庫って結構広いんで、まあ、神戸の人はあんま気にしないかもしれないですけども、うん、農産村とか、まあでも分かんないからね、それはね。で今ほら泉房穂さん、あのよく出ている、うん、泉さんが今な出るんじゃないかと言われていると。房穂さんね、もう今手ぐすね引いてアップしてますよ。もう房穂さんですか。房穂さんどういう立ち位置で出るんですか。房穂さんは多分姫路に住んでました。石丸さんだって。おお、姫路市民だということ。じゃあつながりが一個発見されましたね。はい、泉さんは、まあ、明石市って兵庫県明石市で首相。まあまあそうですね。で、まあ、今百条委員会傍聴行ったりとかめちゃくちゃ積極的に今絡んでんで、でテレビでコメント毎日してて。あ、そうなんだ。やる気満々じゃないのっていう印象。泉さんはどういう立ち位置で出るんですか。泉さんは何でしょうね、まあ、自民党とかそっち系じゃないというか、あ、うん、まあまあ反体制派はなんていうかね、無党派です私はみたいな感じで出てくると思います。で、まあ、自民党は多分どっかから自民党の候補連れてくるでしょうから。それでも、結局改革派改革派になるのかな。うん、まあ泉さんは改革派ではあるでしょうね、うん、よく、まあ、手法にいろんな評価はあれど、うん、おそらくその20年の井戸県政を引き継いで安定志向でとかいうことは絶対言わない人なんで、うん、でおそらく自民党側がいやいやもう斎藤さんで懲りたでしょうと、うん、まあ、安定した人でやりましょうよみたいな、うん、お役人とか、うん、そういう人方連れてきて、うん、でうちが独自候補ならうちが出して、で斎藤さんが出直し自分も出るなら自分も出て、うん、というのが構図がおそらく予想されていると。なかなか混沌としますね。混沌としますね、これはね。まさになんか自民党の総裁選みたいじゃないですか。いや、本当に、もうみんな出ちゃう。全然関係ないかもしれないですけど、維新として、はい、わかんないけど、音喜多さんね、誰が勝つと思います？総裁選ですか。うん、僕ね、いや、まあやっぱ小泉がもう頭一つ抜けてたなと思ってたんですけども、うん、今は高市さん、石破さんの可能性もあるなってちょっと思いますね。維新はでも石破さんだったら戦いやすいんじゃないの。石破さんが一番戦いやすいです。やっぱそうだよね。もう石破さんを今ちょっと心から応援したい気持ちになりつつあります。政策もちょっと違う。いや俺すごいなんか話してて思ったけど、石破さんってなんであんな人気あんだろうね。でも石破さんってそれこそ農村部とか、うん、あの地方の人気そうすっごい絶大ですよ。あ、そうなんだ。びっくりするぐらい本当に。やっぱり彼は、まあ、僕らが改革だとかライトシェアとか言ってきている僕らとはちょっと対極にいると思うんですけども、うん、そういう時に漁村とか農村回って、うん、地方産業やらなきゃダメなんですと、補助金しっかり手厚くやって地方から元気になりましょうっていうことをずっと本当にやってきた人なんですよね。自民党員もボリュームで言えば、まあ、東京都民もいますけども、うん、やっぱり地方の方が多いので、うん、党員票っていうとかなり石破さんが実は圧倒的になるっていう。なるほどね。で高齢の方も党員票多いので、うん、やっぱりその世代交代とか僕らは思いますけども、うん、石破最後なんだからやらしてあげろよみたいな人たちがいっぱいいるわけですよ、自民党の党員というのは。だからもうあの数字がバーンって出るんですよね。まあでもそこは
だから毎回毎回ひっくり返されるわけだ。そうですね。で5回目の挑戦で、うん、毎回党員票はトップ、うん、で議員票が人気がなくて決選投票で負けるっていう、うん、でもそれは今回も同じじゃないですか。なんかそんな気がするんですよだから多分だってもうすでに国会議員票を全然取れてないじゃないですか、なんならね行くかどうかも分かんないぐらいですよね決選に。そうですね。今読売の調査だと、うん、議員票たつ党員票でも1位が石破さんなんですよ、うん、だからそこの調査結果通りになって小泉さんが残ったから石破高市とかになる組み合わせとかだったらもしかしたらなんか可能性あるかも。石破か、うん、そうだね、うん、石破高市だとワンチャンありますね。そうですね。だから決勝にでもさ、でもさそれさ思うんだけどさ、その自民党員はそれで勝てるのかい、はい、自民党は、ね。でも高市さんも石破さんもどっちも人気は結構あるじゃないですか、国民的にも。そうなの、うん。まあ、小泉さんと比べたらそれはかわいそうっちゃかわいそうですけども、でも自民党の支持層がちょっとキュッと固まって、うん、で無党派もまあ女性初の総理とか、まあ、石破さんもなんか意外と無党派にも人気数字見るとあるので、まあまあ、石破さんどっちかっていうと立憲民主党寄りじゃない。あ、ちょっとリベラルのところありますからね。むしろだから野田さんよりも左なんじゃない。確かに。でもまあ農村票を固めてますからね。あ、自民の最も自民らしい地盤を固め、都市部の人たち、僕らって結構無党派じゃないですか。なんかリベ、うん、まあ、その時よりで投票先変えるっていう人って結構争点によって態度変わったりするので、うん、それはもしかしたら分かんないかもしれないですよね。あ、なるほどね。やっぱそんな感じなんだね。本当ですよ。だから本当分かんないですね。小泉さんがこんな失速すると思わなかったし、うん、でも兵庫の県とかもやっぱり分かんなくて、やっぱ年寄り票がやっぱ大きいんだね、はい、大きいです。自民党の党員なんて特に、ね、うん、年寄り高齢だね。でね、やっぱ一票の格差もありますから、今選挙やったら僕ら都市部の増えたけど、今回25から30に投票も、うん、それでも一票の格差まだありますから、うん、鳥取の人とかって3倍僕らの力持ってるので、有権者が、はい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 、だからそれでやっぱり選出されてきた議員ってやっぱ強いんですよね。なるほどね。結構厳しいですね、シルバーデモクラシーかって出てますけど、今年もじゃあそんな感じになるんですかね。いえいえいえ、兵庫県知事はまた混戦模様と、混戦模様ですね、うん、ちょっと誰が勝つか分からない。ちょっとでも泉さんがそうなると勝っちゃうんじゃないかとは言われながら、うん、分かります。ちょっとまだ分からないっていう感じ、ね、ありますね。ありますね。はいはいはい、あんだけワイドショーとか出てるとやっぱみんな認知してますからね。はい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 、はい、まあ、彼もパワハラで辞めたんですけども、うん、まあ、パワハラで今追い出されようとしてる知事の後に、まあ、パワハラで市長、市を辞めた泉さんが来るという、なんとも皮肉なお話ではあるんですが、まあね、泉さん反省されてね、はい、やり直されてるから、はい、そうね、もちろんうまくやってくださると思うんですけども。どうなんだろう ね、確かに人間がどこまで変わっているのかはちょっとわからないですけど、うん、なるほど、はい、じゃあ音喜多さんは、はい、僕は一応衆議院にくら替えということになっておりますので。やばいよね、解散総選挙この逆風の中。あれ今はあれなの、今参議院議員です。参議院議員なんだよね。来年の7月まで任期がありますので。うん、でも解散総選挙になったら衆議院から行くと、そうで、自動失職して衆議院立候補しようかなと。どう、大丈夫。いやもう毎日怯えてますよ堀江さんに応援に来ていただくしかないと。でちょっと待って、誰が出んの。東京1区だよ、ね、東京1区はあの、うん、まあ、山田美樹さん自民党と海江田万里さん立憲民主党、うん、で僕と、うん、あと立花さんが10人ぐらい出して、うん、音喜多にポスターを貼らせないって今言ってるので、ちょっと何とかしてくださいあいつをくじ運で外に追い出してやるって言って、こう なんでそんな嫌われされてるんですか結構立花さん僕のこと結構可愛がってくださってるのいつもいじってくださってるので、音喜多君を枠外に押し出せば訴訟して結構大きな問題になるだろうって言って。すごいな、でもすごいな、音喜多真面目すぎてつまんないよすいません、でも結構シリアスな話題なんでね、これでも目立たないとね、ちょっと厳しいですね東京一区。そうですね、やっぱりじゃあもう、まあ、結構ね今回投票率上がると思うんで、はい、無党派とかに、ね、どう訴求していくかっていう。へえ、まあでも誰が総裁になっても解散総選挙になると思いますので、で立憲とか自民にはやっぱ高齢者向けの本当シルバーなんで、はい、うちは本当に医療費は、はい、全世代3割負担すべきだし、保険料はその分ガーンと若い人下げて、はい、そういうのが作っていこうって結構振り切ったことを言ってるのは、はい、主要政党ではうちだけなので、はい、まあ、その辺でね、まあ、特に都市部なんで、はい、あの若者とそして若者に期待する高齢者の私はなんか気持ちを信じてるので、振り切った公約で勝負したいと。すごいな、思います。またここでね、すごいな、
また落選の危機ですね、はい、無職、僕あの一回落選して無職の時も呼んでいただいたんで、はい、無職で、はいはいはい、頑張ってください、頑張れ、無職にならないで頑張りますので、うん、いやでも大変だよね、大変だね頑張ってください、頑張りましょう、ありがとうございます、ということでありがとうございました、ご視聴ありがとうございました、はい、ありがとうございます。